大和いけです。10歳です。アイシングクッキーのてるてる坊主を作ってみました。これはママの日本です。僕が作ったのはこれです。工夫したポイントはリボンと飾り付けを工夫しました。見てほしいポイントは可愛く描いたお顔です。ここにリボンをつけたので吊るせます。よいしょ。後で美味しくいただきます。